い、どうも、タイマーティーのヨスクです。はい、翔平です。今日も見てくれて、センキューフォー、肩幅ということで、今日の話は、はい、派遣会社社員の実態でございます。よいしょ。はい、よいしょ。はい。実際には派遣会社社員を何年目ですね、いろんな派遣会社を転々としてるんですが、まあ、合計すると、まあ、7年ぐらい。7年はい。あ、すごいですね。今、何歳ですか？今、31歳です。31歳で7年目。はい、あと、正社員もやってたんですね。はい、やってました。正社員もやってたし、パートもやってた。はい、やってました。正社員は何年やってました？正社員は、まあ、いろいろ、まあ、いろんなところで正社員やってて、まあ、合計すると6年ぐらい。あ、6年ぐらい。はい。やってたんですね。はい、やってました。実際、派遣社員はどういうことやってるんですか、7年。ですね。まあ、三つの派遣会社でやってまして、一つは、電子部品の組み立て。うん、で、一つは、液晶パネルの、検査員。で、今やってるんですけど、車のバンパーの検査員です。なるほど。はい。そうですね。今は検査員。今は検査員。いや、すごい、声でかいし、元気やなと思って。はい、元気だけが取り柄です。はい、よろしくお願いします。ね、元気とあそこだけが取り柄。はい、おい、何言ってんねん。おい、ちょっと。これノーカットで。おい、ノーカットで。いや、切って、これ、のしゃあかんで。俺、もともとね、はい、今までこう自己紹介みたいな軽くお願いしてもいいですか？はい、自己紹介ですか。はい、僕は、木下翔平です。はい、三重県鈴鹿市に住んでいます。はい。今僕、いろいろ、おしゃべり会をですね、いろんな、こう、名古屋とか、鈴鹿で、開催しまして、はい、毎日楽しいです。はい、ちょっと待って。はい、ちょっと待って。めちゃめちゃ調子いい。最後の、はい、毎日楽しいです。はい。毎日楽しいです。はい。めちゃめちゃ面白いや。なるほどね、それね。はい、そういうことです。はい、そうなんよね。そういうことです。実際に、はい、派遣社員で、はい、実際今7年やってて、でも正社員もやってるわけじゃないですか、はい、6年間。そうですね。なんか、正社員であえて働かずに派遣社員で働いてる理由って何かあるんですか？そうですね。まあ、僕の場合は、まあ、正社員やってる時の、その、まあ、いい思い出がないというか、はい。なんか、結構まあ、自分にとって、まあ、ちょっと嫌な思い出が多くてですね。それでちょっと、正社員辞めて、派遣会社、あ、じゃ派遣社員を、やってます。はい、なるほど。そういうことです。はい、そうなんです。もうちょっと嫌な思い出ってどういう思い出があるんですか？言える範囲です、もちろん。あ、言える範囲で。例えばですね、まず最初に入った会社でですね、まあ、パワハラや、まあ、いじめにあったりしましたね。はい。そうです。もう一個、他には。他にはですね、まあ、次の会社なんですけど、そこも正社員で入ったんですけど、ちょっと、そこも、まあ、なんていうか、まあ、過酷な、現場で、その、睡眠時間が少なくて、すごい忙しかったんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。それで、睡眠時間どれぐらいしかなかったんですか？睡眠時間はですね、もう、1、2時間。1日？それしかなくて。うん。昼寝じゃないですか？もう昼寝、そう、もう昼寝ぐらいですよ。はい。もうそれをもう1年半ぐらい続けてて、もうそれ限界が来ましてね。そこで、僕、居眠り運転したんですよ。はい。それで、こう、事故ってしまって、はい。まあ、バンパーに、あ、じゃあバンパーじゃなくて、電信柱なんで。電信柱。ガードレールにぶつかって、まあ、それで単独なんですけども、それでちょっと、正社員辞めようかなと思いまして、はい。辞めてしまったんですね。辞めてしまいました。それって、なぜこう、今派遣社員なんですか？はい。今はですね、ま、親の紹介というか、親も、同じ派遣会社で働いていまして、で、まあ、前の会社で、まあ、辞めてから、まあ、つなぎ、とりあえず、つなぎとして、うん、まあ、親の派遣会社に入って、それからずっとそのまま、その派遣会社で働いています。はい。まあ、派遣会社だから、こう、なんか信じることとか、正社員と違うことってなんかないんですか？ああ、ありますね。あります。派遣会社と、じゃ派遣社員と正社員の違いすごい感じますね。うん、例えばどういうことを感じるんですか？はい、ですね、やっぱり、まあよく言われていると思いますけど、ボーナスがないんですね。うん。うん、ボーナスと、あと、退職金がないんです。うん、はい。退職金もない。退職金もないんです。はい。だから、まあ時給は高いんですけど、派遣社員は。ただ、その給料が上がりにくい。一定してる。うん。はい、年功序列制度がないので、うん、もうずっともう一定なんですよ。はい。そういう一面があります。なるほど。他には何かないですか？新入力と派遣社員ならではの。
あ、派遣社員ならではのしんどいことですか、うん、あ、しんどいことといえば、結構やっぱ比べられますね。派遣社員とその正社員。うん、その、例えばですね、派遣社員が、まあ仕事でミスったとする。ミスったときは、その、まあ正社員に、あ、まあ派遣社員やからな、みたいな。そういう結構下に見られがちです。まあ僕の場合ですけども。はい。なるほど。はい。そう、翔平だからじゃなくて。はい。あ、そう、そうですね。派遣社員。派遣社員だから。まあ派遣社員。まあ、どこの派遣会社もそうとは限りませんよ。うん。はい。見下される。ことも結構ありますね。そんなず見下すんですか、はい、やっぱり結構、まあ、今でこそ、派遣社員って結構、多いんですよ、やってる方。でも、ちょっとね、数年前まで、やっぱり結構、なんか見下されるというか、舐められる傾向、そういうなんか、まあ、そういう世間の目が多分そうやったんでしょうね。はい。だから結構、だから、自分が派遣社員やってることを、言えなかったんですよ。その初めて会う人とか、自己紹介の時に、やっぱ自分派遣社員をやってることを隠すんですよ。うん。うん。で、それでまあ自動車関係とかこう濁して、やっぱ自分のことを紹介しますね。うん、はい。今はでも言えるようになったんですね。あ、今はもう堂々と言います。はい、派遣社員です。それなぜなんですか？それなぜなんですか？あ、それはですね、やっぱりこう、今派遣社員は結構本当に多いんですよ。はい。その、うちの地元でも、まあ、鈴鹿なんですけども、うん、はい。結構多くてですね、やっぱりこう、まあ、時代ですかね。はい。うん、なるほど。はい。派遣社員のいいところって何なんですか、逆に。精神力とかと比べて。あります。ないんですか、わかりました。あ、ありますあります。あります。ありますって言ったんですよね。ありますよね。はい。ありますよ。ありますよ、皆さん。はい。あ、それはめちゃめちゃあります。うん、まず、楽。うん、もう、これに、まあ、つきますけども、めちゃめちゃ楽。うん、どういうことですか？もうちょっと具体的に言うと。はい、あ、具体的に言いますとね、責任感がないんですね、責任があんまりこう、なんていうの、プレッシャー、うん、そう、仕事に対するプレッシャーがあんまり、正社員に比べればないんですよ。うん。まあ、そうですね。はい。どういうことですか？なんでプレッシャーがないんですか？正社員に比べると。うん。それはですね、やっぱり、なんだろう。まあ、外部の人間なんですよ、やっぱり、派遣っていうのは。うん。まあ、受け負いですので、そこまで、あ、でも責任持たないといけないんですけども、本来は。うん、はい。でも、やっぱり正社員よりは、やっぱ、プレッシャーそんなになんていうの？もし仕事でミスって、うん、まあ、首にされても、まあ、次の派遣先があるわ。うん。うん、そういうふうに、まあ、考えがちですね。うん、なるほど。はい。なるほどね。はい、でも、一つ気になるのが、はい、でも次の派遣先があるわっていうところなんですけど、はい、どんどんこうなんか、次の派遣先に行きづらくなったりしないんですか、うん、そうすると。あ、そうですね。まあ、どんどん狭まってくるっていう、恐怖心はありますけど。そういう、でもちょっと、そうですね。でもなんか、なんとか僕の場合はなってますね。はい。なんかその派遣とかで、手に職ってあんまりつくんですか、うん、結構つかないですよね、たまま。あんまりつかないですね。はい、そうですね。その中で、この先結構不安にならないですか、やっぱ。だって、うん、でどんどん年取っていくと、はい、まあ、翔平さんって31歳。今31歳です。はい、今後年取ってた時に、はい、この子、道が狭まっていくじゃないけど、はい、手に職スキル身につけようとかないんですか、そういうの。ああ、そういうことも考えたことがあります。うん、はい。まあ、自分のやりたいことが見つからなかったんですよ。うん、今いっぱい資格があるんですけど、うん、どれを選んでいいのかっていうのを、こう、すごい悩むんですね。はい。ね。それで、悩んでるところです。はい、最中です。ね、はい。何かこう見つかればいいかなと思ってますね。はい。そうなんですね。そうかそうか。はい、実際に、あと、こう、派遣社員ならではの、うん、なんかもうちょっとなんかこう、はい。なんていうんですかね、なんか派遣社員ならではの今もなんか面白い経験って何かありますか？派遣社員ならではの面白い経験。はい、ですね、僕の場合なんですけど、僕、まあ、結構僕、もともと人見知りとコミュ障で、今こうして結構明るい感じで喋ってるんですけど、もともと僕暗い人間なんですよ。ネクラで。はい。今こうしてこう、動画の中で喋ることもできなかったです。はい。それが暗かったんですよ。で、それがずーっと続いてましてね。それが、まあ、28歳の時かな。はい。ずっと暗かったんですけど、ある時、まあ、派遣で働いたその工場に、大量のフィリピン人が、外国人労働者として、来られたんですよ。働きに。で、なぜかですね、僕がそのフィリピン人の方の、指導係に、教育係に任命されまして、
で、そこからフィリピン人たちとの、交流が始まったんです。はい。その仕事を教えたりとか。で、そしたら、いろいろ発見がありまして、フィリピン人の方って、すごい明るいんですよ。はい。で、僕すごい暗かったんですけど、なんか、彼らの明るさ、フィリピン人の、すごい、こう、まあ、カルチャーショックって言うと、まあ、大げさですけど、すごいなんか、びっくりして、うん。なんかね、なぜかその時、僕、仲良くなりたいって、もっと。なんか、彼らのこの明るさをもっと知りたいと思ったんですよ。なんでこんなに明るいんだろうって。はい。まあ、普通ね、残業って聞くと、普通の日本人は、普通の、なんかテンション下がったりしますけど、はい。でも、フィリピン人って、残業お願いしますって言われたら、よっしゃーって、ガッツポーズするんですよ。すごい、もう、明日パーティーしようぜ、みたいな。明日パーティーだろって。みんなちょっと食材買おうぜ、みたいなで。ちょっと踊ろうぜ。っていう、そういうテンションなんですよ。フィリピン人たちは。はい。で、その明るさにすごいびっくりしまして、ちょっともっと仲良くなって、この明るさを知ろうと。そこからもう、ガッとこう、距離が縮まって。はい。それで、だんだんそのうちに自分もこう、なんか明るくなってきたというか。はい。そういう経緯があります。派遣関係ねえな。僕、何の話しました全然関係ないですよね。フィリピン人フィリピン人の実態。フィリピン人の実態ですよね、これね。フィリピン人の実態ですよね。今回ね。そうですね、皆さん。ね、選挙の方はね。フィリピン人の実態を僕が、日本人の僕が、暴露してます。関係ないから。あ、関係ないですね。すいません。ちょっと脱線しました。はい、戻りましょう。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。実際に、でもこれからも派遣社員として働こうって感じなんですか？それとも正社員に戻ろうかなとか、うん。あ、そうですね。実は僕、なんていうか、派遣社員の傍ら、ちょっと自分で仕事を作ろうかなと思ってます。うん。うん、まあ、資格を取ろうと思ったことはあるんですけど、正直どの資格を取ればいいかわかんないんですよ。うん。だから、そうなったら自分でなんか作っちゃえと。もう自分のなんか、まあ、好きなことでもいいなんでも。だから作っちゃうと思って、今、作ってる最中なんですね、実は。はい。何を作ってるんですか？今僕、実は、まあ、もともと暗かったんですけど、そのフィリピン人たちの出会いに、出会ってから、その明るさに触れてから、すごいなんか喋ることが好きになったんですよ、フィリピン人もめっちゃ喋るんですよ。めっちゃ喋りが好きで。それに影響されて、僕も喋りが好きになって、で、その喋りをですね、なんか仕事に活かせないかと思って、それで今僕、自己紹介で言いました、お喋り会をですね、いろんな名古屋とか鈴鹿でやってます。はい。そういうことです。なるほど。はい。それを広めていって、はい。それで生きていけるんですか？あ、そうですね。まあ、一応、有料のお喋り会をやってます。はい。いくらぐらいですか？500円です。生きていけるんですか？ 500 円で。生きてはいけませんけど。はい。まだ最初なんで、なんかだんだんこう、うん。有料のおしゃべり会をやったのは初めてなんで、はい、はい。お金をいただいておしゃべり会をするっていうのは初めてなんで、そこでちょっとこう、お金を稼ぐという、まあ、実感、なんていうか、そういう経験を経て、どんどんレベルアップしていこうと思ってます。はい。どうレベルアップしていくんですか？どうレベルアップ？そうですね。それは考えます。はい。わかりました。はい、考えます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。わかりました。ありがとうございます。ということでね、はい、翔平さんの、はい。ツイッター？はい。インスタやってますか？あ、やってます。インスタ、ツイッター。はい。下にリンクあるんで。はい。よかったらフォローして。はい。ネズミ子を誘ってみてください。あ、違う違う。マルチじゃねえ。マルチやってねえから。マルチはね、ただおしゃべり会だからね。うん、マルチやってねえ。おしゃべりマルチ会。おしゃべりマルチ会。おい、ちょっと待って。あ、動画やからみんな見るから。違うからね。マルチじゃないからね。おしゃべり会って何するんですか？まあ、僕がやってるのは、いろんな職業の方が、集まって、まあ、トークテーマ決めて、ただこうみんなでおしゃべりするだけです。はい。そういう楽しい会です。うん、だからおしゃべりの練習、その人見知りの方でも、まあ、おしゃべり上手くなりたいなっていう方がいれば、ぜひお越しください。はい。フォローしますんで。何人ぐらい毎回参加してるんですか？毎回、まあ、5、6人は、平均5、6人ぐらいですね。はい。すごい楽しい会です。なんでマルチの会員するの？はい、マルチじゃねえよ。マルチじゃねえよ。こんな堂々と言うか、マルチって。ねえ、皆さん。ねえ、はい、おしゃべるウェイ。おしゃべるウェイ。おしゃべるウェイです。アムウェイとかけるな。アムウェイとかけるな。やめて、そっと。おしゃべりスキン。もうイメージつくから。おしゃべりスキン、おしゃべりニュースキンじゃねえよ。ニュースキンじゃない。おしゃべりウェイ、おしゃべりウェイ。おしゃべりウェイじゃないよ。おしゃべりウェイ。ウェイズじゃない。なんだよ、それは。そう、俺もあんま全部知らねえから。
なるほどね。はい、そういうことです。詐欺案件に誘うと。あ、いや違う。そうね、やめて、ちょっと。競馬の、あ、絶対当たるよって競馬の。変なイメージ作るわ。やめて。FX の投資案件。いや、じゃあやりません。やってません。ただ僕シンプルにおしゃべりがやってるだけです。はい。あ、何のおしゃべりするんですか、もうちょっと言うと。もうちょっと言うと、僕、まあ、コンセプト決めてまして、まあ、日常会話、世間話で盛り上がろうと。いうことを決めてまして。で、さらには、冗談が言いやすい場を作ることが僕の使命かなと思ってまして。はい。そのために、こう、いろいろおしゃべり会っていうのを、月に何回も開催しますね。はい。なるほど、わかりました。はい。翔平さんのインスタとかツイッターのリンク、下に貼っときますんで。はい。ぜひフォロー。はい、フォローしてね。もしくはブロック。よろしくお願いします。はい、ブロックやめて。やめて。ちょっと、フォローしてね。ブロックダメよ。ダメよ。ありがとうございました。ということで、はい、今日も最後まで見てくれて。はい。センキューよ。肩幅。また。また、あ、もむな。もむな。もむいえ、もむいえ。もむいえ。